脇の背中にでも入れちゃって、はい、一回座りましょう。はい、ああ、わかった。はい。よっしゃ。どうでしょう、この背中あたりで。前どこで会いましたかね。ここですか。覚えてないです。試乗会にはでも来られてらっしゃいますよね。まあいろんなとこ行ってます。でコルベット乗ったのは、以前乗ったのはどこですか。あ、ここでもあります、葛西でもあります、いろいろありますね、うん。まあ、結構ねお見かけしてる、ね、あのイメージありますけど、はい、私全部行くので。あ、そうですね、はい、ここの人間ってわけじゃないので、ね、そういう話がおりますから。あ、はい、喋んないだろうっていうことはないんですよ。ああ、そうですね。じゃあ、まずね。あ、これだ。いいですか、普通に入れるので。はい。電気で走ります?電気で走るので、それやらないで。はい。これでいきますよ。ああ、そうなの。そうすると、こういうのでいきます。ステルスモード。そしたら、ブレーキ踏んで、スタートボタン押してください。はい、これでいいです。もう離しちゃっていいですよ。で、今ね、初動。ステルスモードは、省電力モードでもあるんで、ある意味。あ、はいはい。だから、エアコン使わないです。あ、ステルスモードっていうのは、はい、あくまでもその、住宅街を出るためにあるようなイメージです。あ、はいはいはい。エンジンかけると結構な音するじゃないですか。ね、あ、そうですね。だからそれを、まあ、避けるために、ぐるーっと出るためのモードになります。あ、はいはいはい。はい、じゃあ、ブレーキ踏んで、あ、そう。ミラーの位置とかどうでしょう。そしたら、B を軽く引き上げます。これね。そしたら、アクセルをオン。まあ、パーキングブレーキなんですけど、これだ。これ一回押しましょう。あ、はい、プッシュだ。あ、忘れた。よっしゃ。はい、じゃあ左行ってみましょう。ちょっと左ぐーっと寄せちゃってみます、ね。あ、はい。ひょっとしたらそこから車入ってくるので。はい。車高は低い。走り出した途端になんか LT2 エンジンのサウンドがなんかかすかに聞こえてきたような。鳴ってないですよ。エンジンはね、今鳴ってない。全くモーターだけで動いてます。あ、なんすか、なんだ。でもなんかかすかになんか一瞬ブルッとなったような。と、空耳ですね、それはね。なんだ、空耳が。ボードのスピーカーがあるのもなんか。信号左入ります。あ、はい。確かに、住宅街で乗るには、このモードは。でもね、この通り、エアコンもつかないんで、はい、ここで、モードを変えると、はい、エンジンがかかりました。ああ、これで LT2 サウンドが聞けると。走りだ。コルベットにこれを求めたかったのかと思ってさ。ね。あ、どっちです。ここ左。あ、これ。間に合えばもう右に曲がっちゃった。あ、はい。間に
った。ダメだ。はい。で、左車線。左車線、はい。お仕事は何されてるんですか？仕事は、某自動車会社の工場で働いてます。工場で働いてます。はい。某は、まあね、別にいいとして。はい。ボディの？ボディの、今、フェンダー付きですね。よりこうね、あの構造とかも入れるから。まあそうですね。ボディ構造は。詳しくなれていいですね。そうね。会社 の、 あのドミトリーに、あ、今は、はい、あ、そうです。それであの住民票を変えずに住んでる感じです。まあ、なんかいつまで住むか分かんないからってことですね。そうですね、うん、そこでは車は特に所有しないでも不便ないですか？一応不便はまあないですね。駅からも近いんで。ああ、そうなんですね。仮に自分で持つんでしたら、自分で月決め借りないといけないんで、うん、まあまあ、まあ、皆さん大体そうしますからね。とはいえね、まあ、確かにドミトリーだから駐車場もただなんじゃないかなって感覚はちょっとねあるかもしれない。京急とかですか？横須賀だと。そうですね、京浜急行ですね。いやー、バレバレなんですよね。バレバレですよね。バレバレですよね。その割にあのフェラーリ来てますよね。まあ、アウトレットでちょっと見て気に入っちゃったんで、うん、それだけなんです。で、ここ左入ります。あ、左です。狭いですよね。あ、トラックもあるんです。トラック。しないでも狭いな。これちょっと狭いですけどね。で、これ車幅2メーター超えるので、あ、2メーター超える。うん。でかいな。ビーレは2025なので、2025。だからもう絶対ひっくり返らないですよ。2メーター2センチちょい。はい。つまり。2メーター2センチ5ミリ。ああ、はい。ここまっすぐ。車になったらちょっと乗ってみますか。はい。へでもないな。すごい。まあまあ、トルクがすごいのはね、はい、分かると思うんで。まあ、でもこのぐらいの感覚はもう通常のコルベットと十分なので、はい、ステルスモードが特にね、いらなければ、はい、通常のコルベットで、ね、おっと、気になる。値段も、なんでしょう、700万ぐらい安いですからね。ああ、はい。これ2350万円なので。はい。ああ、ノーマルで2000万いかないぐらいか。ノーマルで1500前後。はい。あんなスーパーカーが1500万前後で買えるっていうのも超価格なんですよね。すげえなと。死亡例は。GTR だってもっとするわけだよね。確かにそうですね。GTR ニスモですと2500万で買う。ニスモはもうそれこそね、買えもしないし、買えたとしてもね。はい。最初の値段で2500とかでしょ、はい、でプレネつけられて3000万超えるとか、はい、当たり前なので。ニスモか、GTR の R35 ニスモ買うんだったらこっちの方がいいかなと。うん。安いしね、1500万なんで。それ、ボディかっこいいし。しかし C8 になってからめちゃくちゃ変わったなと思いますね。うん、C7 もね、完全完成された FR 車でしたけどね、はい、もうね、コーナリングももう抜群に良かったので。はい、まあ、C8 と比べて足りないのはやっぱトラクションだったんでしょう。ああ、駆動力が。そう、まあ、足りないっていうかね、まあ、パワーがどんどん上がっていったってことね、はい、この左で、はい、
足も強いな、意外と。でこれあの電子制御なんで、はい、あのマニュアルがなくても乗り心地がいいようにね、はい、ちゃんとあの1000分の1秒単位で足が電子制御の足がね、あブレンボだったような、うん、ブレンボでこの E レだけはカーボンセラミックブレーキついてます、はい、カーボンセラミックでも別にタッチフあのナチュラルでしょ、ええ、C7 のカーボンセラミックブレーキはちょっとあの足を乗っけただけでガスンって消えちゃう、あ超レーシーだった。でもこれを割と、まあ、一般道でも使えるような味付けに今なった、はいはい、ああマイルドな感じに、そうそう、あC7 の時はもう一般人には扱いきれないぐらいの急にクッと効くような、そう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 、あ踏みしろが短かったんですよ、あ実は踏みしろの中であの強弱をね、はい、コントロールするんですけど、はい、ほんとわずかの踏みしろの中でコントロールしなきゃいけなかったんで、すげえなかなかプロ級の腕が行きましたね。ちなは微細なテクニックがいるというのと、やっぱ物好きじゃないと扱えないみたいな。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録、みんな待ってますよ。